朝起きて飯食う、その後テレビを見る、縁側に出て子猫に鰹節をやる、その後散歩に出かける。今勇者健康のため毎日黒酢ごま醤油塩分控えめの食事、今勇者は糖尿病、夕日見て黄昏の栄光は生えず、世界の平和を願って、今年より早めに寝る、日曜のデパートにぎわうおもちゃ売り場、ケースに並ぶは F の文字2つ、勝手とせがむ悪気ない。